事故が起きた砂川市の国道では昨日、被害者と関わりがあった同級生や元担任などが訪れ、手を合わせたり花を手向ける姿が見られました。今自分たちがこうしているよという、今こんな感じだよと、こんな生活しているよという報告と、そして8年前に僕らが誓った誓いというのは忘れずにいるからねと。この事故は2015年6月6日、飲酒運転で暴走行為をしていた2台の車に巻き込まれ、長岡浩一さんの一家5人が死傷しました。悲惨な事故から間もなく8年、被害者や関係者は飲酒運転事故の撲滅を願っています。